はい、じゃあやっていきましょう。はい。今回はルリーと茜編だね。めんどくさ。そう言わないでくださいよ。夜の探索だなんて、なかなかできないことですよ。そうそう、マジ隠れてね、女子トイレで女に。それは日頃からでもできるだろう。ずいぶん楽しそうに振る舞うけど、本当は怖いんじゃないの？え、ルリリが怖いから。ちょっとだけ。ちょっとだけ、ちょっと性的に。あっそう。さっさと終わらせるわよ。なんだか嫌な感じがするの。ルリリ先輩の霊感ですか？まさか。長年の勘よ。そうでしたね。ルリリ先輩に霊感なんてあるわけないですよね。あんた私のことバカにしてんの？バカにします。そんなことないですって。うましかです。うましか。すんなさい。
先人やったってことか。まあいいや。ウレット、てん、パソコンにつぬ鍵、てててててて。
ですね。
これだけははっきりと分からん。つか普通に青揃えたら青は青で、黄色は黄色で合わせたりだけなんやけどね、これ色で合わせたりだけなんで、緑なんてこれはどこ見にした、ちゃんくさいな、ちょっと待ち、とりあえずこれで1個どうや、あ、ごめん、あと1個ですごめん、これ逆だね、何が違うと思います、紫色はこれでしょう、つかさあ、これを外れるんだ、あ、外れるやつと外れないやつあるんだ、よっしゃ。
ここにも学校の七不思議あるんですよね。なんとな、動くのは人体模型じゃないですよ。ホルマリン漬けだそうですよ。さっきから変なことが起こりすぎです。いい、でもだよ。大丈夫か？うん。あの女がだろ？いや、気にすんな。あ、そんな無理すんな。いや、そ、ちょっとバッドエンド選びますね。ちょっとバッドエンド先選びますね。
ちょ、のび太くん、女体カバンみたいなあれだよ。のび子ちゃん、のび子ちゃん。ここは静かだな。悪いものがそういないように感じ、ちょっとや、そうだな。なんだ？私って、本当、突然どうしたんだ？俺には茜が必要だぜ。私って弱いし、今だって、あなたに助けられているの。何、言ってんだ。そうだろ？俺は、そんなの都合のいい解釈でしかないんじゃないの？最近になってから考えるの。もうあなたは、あの時から死んでいて、今のあなたは私の妄想でしかないって、私はただ過去の事実に蓋をしているだけなのよ。なんでそんなこと言うんだよ。もう、私なんていらないよ。なんでそんなこと言うんだよ、アカネ。俺がいなくなってから。茜は苦しむようになって。だから俺は、茜と一緒にいるって決めたのに。あ、え？君が死んだのもあいつの父親のせい。そして君たちが悩むのも、あの女のせいだ。そうだよ。今だよ、恨みを晴らすの。今しかチャンスはないよ。ははは。そうだな。今がチャンスだ。どうしたの？俺の大切な茜。お前はいつも優しくて、穏やかでさ。俺にそんな冷たいことなんて言うわけないんだ。え？そうだよ。あいつが悪いんだ。あの女。あの女のせいで茜がおかしくなった。あの女の父のせいで、俺たちの運命は狂ったんだ。殺す。あの女殺してやる。これが、跡形もなく消してやる。待って、何言ってるの？ルリリ先輩は関係ないよ。安心しろ。全部俺が片付けてやるから。お前は眠ってろ。やめて、私の体を返して、お願いやめて、やめ。あかね、こんなとこにいたのね。さっさと退散するわよ。ルリリ先輩。ん？あんた。なんか雰囲気が違う。ほら！何されると思うか。俺たちを不幸にした元凶がよ。俺の恨み、とくと味わえ、クソ女。いい気味だな。お前のせいで茜がおかしくなったんだ。俺は、茜を守る。守るんだよ。もう死んでたまるか。終わったぜ、茜。安心しろ。もう怖いものは何もないんだ。なんで、なんでこんなことするの。痛い。
かかってない。喉の役に頼む。あっとも溶けかけてて、もう私の命は長くないと女で感じたわ。溶けることを焼けるって言うけど、痛みに換算すればどちらも同じなのね。何よ、私の何が悪いのよ。なんで私こんな目に遭わなきゃいけないの。あの親父のせいで死んじゃって、もっともっと普通の家庭に生まれなかった。私を殺したのは茜。とても幸せそうな、愛を受けて育ったような女。お前は水、後の水橋マルシですね。え、許さない許さない、殺してやる。嘘だろ、起き上がった。致命傷のはずじゃ。やめちくり。はい、これでおまけ部屋の解放されましたね。大丈夫だね。ここは静かだな。ちょっと、そんな、最近に、私はただ、もう、なんでそんなこと言うの？
先にちょっとパッと飲みます。あかね、こんなとこにいたのね。さっさと退散するわよ。よう、犯罪者おや、殺人鬼と言った方が正しかったか。やめろ、お前は殺人鬼じゃない。あんた何言って。俺ルリリ先輩の秘密知ってるぜ。暴力団の幹部の娘さんよ。それをどこで。その様子だとどうやら図星のようだな。動揺してんのか。これが私の弟が死んだ事件にあんたの父親が関わっててね。で、敵討ちでもしたいの。よくわかってんじゃないすか。何がおかしい。あんたが武器として硫酸を持ってるのには匂いですぐ気づいたけど、無駄ね。そんな効率の悪い武器じゃ意味がないわ。どう考えても不利よね。こんな無駄な話を流暢にしてる暇があったら、それを投げつけるのが正解じゃないの。てめえ、やったぜ。こんな密室で誘い込んだつもり。追い込まれてるのはあんたの方よ。私のクソ親父の件を知ったなら死あるのみね。知られてると私の健全な生活のために困るのよ。ルリリ先輩。さてどうしようかしら。また殺しちゃったわね。後始末が大変だわ。他のメンバーにどう言い訳しようか。あの時みたいに火で全部消しちゃえば楽なんだけど。手伝ってあげようか。どうやら悪魔の声まで聞こえるようになったみたいね。ま、人を殺しても罪悪感どころか楽しさすら覚えた私にはお似合いなのかしら。全員殺しちゃえばいいよ。必要だったら火だって貸してあげる。君のやりたいようにすればいいんだ。そうね、全員殺せばいいわ。私が健やかに日々を過ごせるように。そのためにはみんなの死が必要なの。そう、私の幸せは誰かの犠牲の上に成り立つの。人間ってそういうもの。あ、全員殺すとこはないんですか。あかね、お前のせいで、お前のせいであかねがおかしくなったんだ。これはあかねを守るんだよ。あかね。ああ、話に聞いてた二重人格ってやつね。俺のこと知ってたのか。信じてはなかったけど、まあ確かに随分性格が違うわね。で、あんたの言い分は何？お前のせいで、茜がおかしくなった。茜は俺を否定しなかったのに。はぁ、面倒ね。なんだよ。私からしたら、あんたが二重人格とかそういうことはどうでもいいの。
あ？どっちのあんたであれ、私からしたらどちらも遠藤茜でしかないのよ。どっちでもいいわ。私に必要なのは変わりないのよ。普段のあんたは弱々しいからね。そういう強い性格があるんならちょっと安心したわ。でも普段のあんたを否定する必要もない。変わらず私とアホみたいな会話すればいいの。それでいいじゃないの。でも俺はあんたを信頼できない。そうね。確かに私は信頼できない人間だろうね。実際人に非難されるような過去があるからね。でも残念だけど、私はあんたを信頼してるのよ。え？もう帰りましょう。茜、あんたが私を信頼してなくても、私にあんたが必要なのよ。一緒に戻らないと他の連中に面倒なこと言われるから。一緒に行くわよ。そうか。誤解でもないけどね。確かに私は悪いやつよ。でもあんたは二重人格だかなんだか知らないけど、それが自分自身ならいいんじゃない？どっちのあんたも必要よ。私にも、あんた自身にもね。本当に、私が必要なんですか？当然。そうですね。あんたは、私が嫌い？そんなことないです。ちょっと怖いけど、大切な先輩ですよ。私も、ルリリ先輩が必要です。そう。ルリ展開やめましょうね。誰にだって話せない過去はあるでしょうし、理解されがたい感情もあると思うんです。そうっすか。そういうところ、私たちは似てるかもしれません。そうかもね。いつか。そう。はい。ってことで今回はルリちゃん、エンドです。ということで次回は会長&共戦編、共編ですね。これやっていきたいと思います。ではまた会いましょう。さようなら。